さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたの会社の成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺っております。さらにゲストの方には服装で気をつけていることや身だしなみなどのこだわりを聞いております。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組にしていきたいと思います。早速ですね、 CM をまたいでゲストの紹介に移りたいと思います。それでは一旦 CM です。動き出していく、なくしてた不思議なリズム、踊りながら行こう。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間です。今日は、ちょっと特別な回ということで、中学高校の友人を2人お招きしました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず自己紹介からお願いします。よしちゃん、はい、川崎俊と申します。川崎クリーニングという名前でビルメンテナンス業をやっております。よろしくお願いします。お願いします。前にも出たことあったね、小学校教員岡本です。よろしくお願いします。おなじみみたいな。おなじみみたいな。実はね、この二人ともあのゲストに来ていただいたことがあって、あの映って、まあ、画面見れば分かるんですけど、ラジオなんであるんですけど、あの勇気は個人的にあの二人でお話しした回を2週放送して、川崎クリーニングの川崎は、1回バンドで、出てもらいましたね。あ、そうだね。この番組のオープニングとエンディングの曲をのバンドの、ウッドベースですね。はい、一応この3人はですね、中学から一緒で、今ザ・マドワイザーっていう活動休止中の3人組の、本格ユニットをやってますね。やってないね。やってないね。全くバドワイザーになった経緯っていうのも全然わからないんだけど。そうだね。ザ・バドワイザー。バドワイザー好きじゃないじゃん。そう。誰も好きじゃないっていうか、そんな飲んだことないよね。本当に年に1回飲むチャンスがあるかないかぐらいだ。で、バドワイザーに関わることがあるとすれば、フーターズ行った時にバドガールがいたぐらいで。そうそう。だから別に自分たちがバドワイザーってこととリンクしたこともないし。ないね。未成年だったら、成人してから、減るから、そうだね。でも一応、誰かが提案して納得してるからバドワイザーなんだ、その時には多分、あの、うん、3人がバドワイザーで OK っていう状況下があったんだろうなって。ね、よくわかんないですけど。でも、この3人でさ、あれだよね、あの、ツーンだっていう記憶は、俺、大学だな、大学入ってからかな。大学入ってから。うん、高校の時ってさ、そのほら、例えば俺とおがっちゃんとか、あの今回も親しみを込めてあのおがっちゃんとしんちゃんと呼ばせてもらいますけど、うん、俺とおがっちゃんとあの、まあ、仲良くしてて、で、俺としんちゃんで仲良くしてみたいな、この3人のさ、関連性はなかったよね。うん、だけど、この大学進学して、で、あれか、ライブやってる時か、ライブやってる時に、うん、アドバイザーで、そうだ、あの、確か、おがっちゃんと、うん、しゅんちゃんに声をかけたんじゃないかな、俺が。で、アコースティックバンドやろうぜって。あー、それが始まりじゃないか。全然思い出せない。思い出せない。
確かそれが始まりだったと思うよ。まあ、本人は確かに言ってたけど誰も覚えてない。誰も覚えてない。俺らあのおばちゃんと俺バンドやってて、あ、そうだね、レシェンドで、あのボーカルだけで勇気が参加してみたいな感じがあったから、あとその中でなんかあのマッチングしたんじゃないか今っぽい需要と供給でね、マッチングで、うまくあったね。たまたま一緒にやった時にこうなんか通じるものがあったんじゃないですか、ね、グルーを感じちゃった感じちゃったね。あの結構ね、あの沖縄の人はね、あの音楽好きな人多いんでね、うん、あの理解してくれる人がいるんじゃないかな。そうですね、だといいですか。この3人はもう仲良く、まあその知り合ってからは10年以上経つけど、うん、仲良くなってからでいうとどれぐらいなんだろう。俺と勇気は高校2年ぐらいから急激にそうだね、言い方があれだけど男女みたいな急激に仲良くなった。誤解を生むような言い方あったけど、うん、でも12年ぐらいだよね。で、俺としんちゃんが中学校の野球部で、それこそまあ中学校の1年生で同じクラスになってからの付き合いだから、もう16年か、うん、まあ長いですね。仲良かったかどうかはかもしれないけどとにかく一緒に野球をやってたし、やったね、見に行ったりもしてたし、うん、うん、だそれぞれは長いんだよね。うん、そうだね、俺もさ10年以上で、川崎とは中学、ん高校か、高校入ったぐらいから、うん、入ったぐらいバンドやってたから、そうだね、うん、まあ、年がら年中一緒にいたけど、うん、7、14年ぐらいか。そうだね。勇気とか川崎にとってさ10年以上仲良くしてる人ってどれ何人ぐらいか。あの同級生ではほとんどいないな、俺は。おお、そっかそっか。うん、今もう会わなくなっちゃうと、会うきっかけがだんだんなんか、うん、なんか久々に会ったりすると、ちょっと人見知りしちゃうみたいな。ああ、何話してるんだろう。そうそうそう、あれもこんにちはみたいになっちゃうから、ね、なんかあの、呼ばれて行くことはなんかあったりするけど、あ、そんなしょっちゅう会う人いないから、うんうん、話がね、詰まっちゃうんで。うん、なんでさ、こう思ったんや、勇気どれぐらいいる10年以上って。10年以上、それこそ、まあ、おばちゃん、しゅんちゃん、あと3人いればいいぐらいじゃないかな、多分。そうか、じゃあまあ片手でこと足りるくらいじゃない、このぐらいプラスちょっと何人かぐらいね。なんかこう自分たちで言うのもあれだけどさ、うん、なんで仲良くしていられるのかとかさ、うん、そういうのってなんかあんのかな。カメラ来なかったね、確かに、うん、こう確かに、なんだろう、さっきしゅんちゃんの言葉でもあったけど、グルーヴがあったっていうか、そう友達関係のグルーヴを、グルーヴを感じたじゃない。でもほら、長いさ、その、まあ、こういう関係を築いていく中で、まあその、まあ、例えば3人だったら3人のまあ、グループがあるし、それこそさ、お互いだったらフィーリングがあるじゃん。うん、あの、LINE でグループ作ってるから、何かくだらないことがあると、誰か一人投稿するから、ああ絶対あの、頭の中でどっかに、うん、あのいるから、ああ何か面白いことがあって共有しようみたいな、うん、まあ、常に、まあ、間が空いても2ヶ月ぐらいにしかなんかやり取りするのに、うん、間が空かないから。うん、そうだね。確かにね、割と定期的に会おうとこっちからもこう、うん、まあ、みんながみんなその、まあ、定期的に会いたいと思ってるっていう気持ちが一致してるからだよね。そうだね、うん、誰か一人が会いたくてでも他はついてきてるみたいな感じだったら、うん、例えば企画する人は毎回同じ人だとしてもみんなが来るってことは、まあ、みんなどっかしらでね、うん、欲しているというか、そう、まあ、今日こんな話してやろうとかさ、うん、最近こんなことあったみたいな話をしようみたいなことを抱えてたらあれかもしれないけど、思ってくるわけだから、いい関係性が築けてるんじゃないかなと思う、うんうん、グルーヴ感ね、グルーヴ感ね、うん、グルーヴって何、グルーヴ感、ノリノリ、ノリ、そうだねざっくりしてるけどノリなんだね。ノリ、こうなんかこの黒人のなんかあの後ろ乗りのグルーヴ感があるよねみたいな、逆に YMO みたいなのはもう機械的でグルーヴ感がないっていう、へぇ、うん、テクノみたいな、うん、だそういうなんか乗り、うん、フィーリング的な、フィーリング的なね、うん、音楽の趣味はそれぞれ全然違うけどね。違うね、うん、
なんか改めてさ、じゃあ、まあ、音楽のさ話を考えてみるとさ、おばちゃんほらオールディーズじゃん、どっちかっていうと、ビートルズとか、ね、あ、そうだ、ビートルズ。俺もビートルズ好きで、そう、ビートルズとか、それこそよくあるパターン、全員ビートルズは好きだけど、抑えておくみたいなところでしょ。でも、しんちゃんもっと俺の中では、おばちゃんビートルズとか本当になんだろう、もうロックの始まりぐらいの音楽が好きなんだろうなってイメージがあって、うん、俺の中でしんちゃんは、まあ、それプラスさらに掘り下げて、うん、なんか結構ディープな世界、うんうん、にこうなんだろう、すごいビートルズが好きだとね、レベルなみたいな、どん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 なんかあのビートルズがカバーしてる曲とかを遡っていっちゃってね、うん、あ、まあ、ベンチャーズとかもそうなんだけど、うんうんうん、あのそれよりこの曲いい曲だなと思って調べると原曲は全然違う人でみたいなのがあるから、どんどん古いのに行っちゃって、うん、全くわけわかんないところに行っちゃったんですけど、うん、でもね、俺やっぱね、そうしゅんちゃんのこう掘り下げていく力は、うん、今の仕事に行き着くまでのこの職人肌、とにかく楽しかったから。そうそうそう、昔鮎川誠の本読んだんだけど、鮎川さん、シーナンドルロケッツでギタリストなんだけど、あのすごいそういうの紹介しまくってて、うん、でなんかあのおばあちゃんと前にあの学生時代あの CD ショップに売りまくったりとかして、うん、あのいろんなもの買ったりして遊んだけど、うん、とにかくこの人が紹介してるやつをあの片っ端から小遣いはたいて、うん、買って、買って聞いていこうと、うん、だん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 ね、そのまた聴いた人がなんかいい曲だなと思ったらまた違う人の原曲でみたいな、うんうんうん、まあ、どんどん出てきて、うん、なんか知らないうちに楽しくなっちゃって、うん、いろいろ詳しくなっちゃったみたいな、うんうん、それいいね。そういうなんかさ、俺自分自身ではハマらないもの結構あってさ、うん、でもあの今一緒にこう話した勇気とか川崎の、うん、あのやってることだったりに興味を持ったりしたのね、うん、でっていうこの川崎にもこうさっきビートルズから派生してって鮎川誠がその人がおすすめしているものとか、うん、勇気も割とこう幅広く、好きなものがある。ジャズからそうだね、ジャズ割としかもそこをちゃんと、うん、これが飽きたからじゃなくて、うん、これも好きだしこれも好きって言ったりとか、ね、そうだね。でもそういう姿を見ると、なんかそれ何にそんな夢中になってんだろうってこっちは気になってくる。あで、なんか一つそういう風に好きなものを持ってるやつってかっこいいなって俺はそういう頭に行き着いて、うんうん、で川崎とか勇気とかこう何か一つに突き詰めてるものを後から真似したりしてて、うん、だから AKB とか好きだったちょっと後に俺も AKB ちょっと見たり、トレンドに乗ってみたりとか、今も変わらないライフスタイルだなって俺は自分でもそう思ってて、割と後乗り感あって、はい、こう自分発信で、でもその後乗り感が結構芯があるものって後から乗っても他の人にはバレないから、うん、おばっちゃんなんかいろんなことに興味持って進んでんだなって言って、また他の人がそれを真似したりして、あ、はい、そういうのってあるなと思った。結構自分の中でもこう真似するきっかけになるのはこの二人だったりしたなって。あ、真似して恥かかないものでよかった。あ、そうだね、あ、それはあるね、確かにすごい奇抜のファッションも真似されてめちゃくちゃウケなかったみたいな。気づいたら本人もやめてたり確かに真似する人 の、うん、あの立ち位置とか、うん、かっこよさってのあるよね。あるあるある。この人についてったら自分も保てるから、うん、この人の真似だって言った時にはおーってなるけど、こいつやるって人もいるからね。いるね。なんか特にあれじゃない、あのさ、あの3人がいた格好ってさ、うん、割かとこの独自路線を突き進む人が多いし、うん、だけどその中にもその独自路線に憧れてなぜそっち行ったみたいな、あの方向に行っちゃう人とかあ、そっちは違うぞあの真似方としてみたいな人もいたじゃん。だけどやっぱね、俺おばちゃんとしゅんちゃんはね、その中でもこう独自路線をしっかり築いてで、そこに何かさ、なんだろう、しゅんちゃんがそれこそファンクラブだったからね。これ、どうするんだけど、あったからね。どうする、あの、そんななかったよって同窓会で、ね、しかあったって言って、ちゃんと電波乗っちゃったんだけど。思いますね。でもだよ、うん、あの、ファンがつく理由っていうのは確かにね、うん、
なんでこいつにファンがっていう感じではないんだ。ないな、俺もないわ。しゅんちゃんにはその、まあ、ファンクラスって誇張してるかもしれないけど、このしゅんちゃんがそのかっこいいっていう、うん、まあ、女子がいるのは納得してた。あ、かけも本人もものすごいうなずいてる。まあ、なんだろうね、特に何かを意識してるとは思ってなかったけど、うん、なんかみんなが好き勝手やってるところを、うん、こう自分はあまり動かないで、うん、こう自分のやっぱり意見を貫き通していこう的な、なんかなんていうの、まあ簡単に言ったらこう缶コーヒーのボスみたいな。なるほどね。雰囲気をちょっと自分で出していこうみたいな、うん、そういう意識はあったかもしれないな。まあ野球やってたし、うん、硬派なイメージがさ、うん、俺あったのよ、しゅんちゃん。右翼寄りだったんだね。今でも変わんないけど、何か自分から発信して何かをやるっていうよりは、うん、こうなんか伝統を守っていこうできるスタンスは昔も今も変わらない。極端だな、でも。極端だけど。まあでも言わんとしたいことは分かる。軸はすごいあったね。あったあったあった。人に合わせていかないっていうわけじゃないけど、うん、人とは違う路線で行きたいっていうのがやっぱ伝わってきてたし、うん、それがまああったかどうか分かんないファンクラブの、うん、噂に繋がったところだよね。うん、そうそうそう。まああったよ。ああ、まああったな。あった。人間二人くらいから聞いたことある。俺は何もあれですからね、出してないですから。感情とか。うん。そんな川崎から見て、じゃあ勇気ってどういう人？勇気ね。軸がある川崎から見て。勇気こうね。こういう関係も広かったし、うん、とにかく誰とでも仲良くできる的なとこはあったかな、うん、調和の取れたっていうか、うん、まあ、だからちょっと何かしら、まあ、今でも相談しやすいっていうか、うん、声かけやすいみたいな、うんうんうん、とこはあるから近づきづらいみたいな、そんなあんま雰囲気は、うん、今はある、今はあるのかな。あるのあるかな。いや、なんか結構パンク感出てる。そうだね、勇気の今の気持ちを表してた、今のトレンドが勇気の格好だったり、そうスタイルみたいな、とにかく行動力はすごいと思ってたかな。あ、なんか決めたらもうすぐ自分でやるっていう、そのライブやった時もチャリティーとかやったりしたけども、うん、まあ、自分が先頭に立ってこう何かをまとめていくっていう、それをすぐ行動に移すっていうのは、うん、一番いいところなんじゃないかなと思いますね。なるほどね、いいね。初めて聞いた。自分で自覚してると思ってたけど。いや、ほら、まあ、なんだろう、そういうふうに、まあ、行動力があるなと思ってた、自分でも思ってるし、で、こうなんだろう、思った時がさ、吉日だから、結構思ったことをパッてやりたい人なんだ、俺。うんうん、だから、まあ、そういった、こうなんだろうな、やりたいことを、まあやって、自分がやりたいことをやって、で、そこについてきてくれる人がいて、で、みんなで楽しめたらいいなっていうスタンスで、それは今も昔も変わってないからさ、うんうんうん、多分そのスタンスでこれからもやっていくんだろうなと。でも、そういうふうになんか、しゅんちゃんが、あ、すごい、俺のことを、なんだろう、冷静に分析してたんだなと思って、ちょっとびっくりしてる。分析してみるとね、しないけどな。調和取れたいいやつだなって思ってるだけだね。分析してたわけじゃない。うん、じゃあそんな、じゃあこの勇気から見た俺の印象ってどう、うん、おばちゃんの印象、おばちゃんの印象はね、それこそまあ今でももちろんそうなんだけど、うんうん、このいい意味で、うん、当たり障りがないっていう、うんうん、このなんていうのかな、そのまあ俺との言葉でかぶっちゃうかもしれないんだけど、この調和を、このおばちゃんがいれば、この例えばこの雰囲気を丸くしてくれるとか、うん、なんかこのつなぎ役になってくれるパイプ、うん、人と人との関係をこうつなぐ上でのいいパイプ役に、おばちゃんっていうのは多分そういったところがすごい上手なんだなっていうのは昔から知ってたから、うん、それこそなんだろうな、こういう関係的に言うと、多分その、なんだろうな、そんなすごい広
くはない。コミュニティの中におばちゃんは属していたけど、その中でもおばちゃんのキャラクターっていうのはすごい確立されてたからさ、そういった中で、まあ、なんだろうな、まあ潤滑油みたいな、グループの潤滑油としての自分っていう立ち位置、おばちゃんのポジションがあるんだろうなとは思ってた。ただ中学校で絡みなかったからさ、高校で初めてこう同じクラスになって話してみると、あ、意外におばちゃんってこうなんだろう、そういう風になんだろうな、こう潤滑油でこうなんか誰とでもこの合わせるところはあるんだろうなっていうのが分かったんだけど、話してみるとそういった中でもしっかりと芯を持ってるというか、うん、軸はしっかり持ってるんだなっていうのは話して思った、うん、こんなに分析してるとかね。その通りだと思うけど、うん、だいたい間に入って、そうそうそう、結びつけるっていうか、坂本龍馬的な。そう。まあそうだな。まあ、嫌いな人がいない、あんまりいないと思った。ああ、そうだね。良くも悪くも、うんうん、癖がないっていうか。うん、だからまあ。おばちゃん嫌いな人あんまいないと思う。いないと思う。敵を作らない人じゃないかなと。でも、この二人を見てもさ、この二人が嫌いだって言ったら見てもらってさ、俺はどっちかっていうと癖が強いから、右翼だから。でもね、しゅんちゃん言う通りで、俺も割かと、なんだろうな、自分で自覚してるけど、敵を作りやすい人ではあるんだよね。しんちゃんもよくわかると思うけど、なんだろうな、言葉が強いことがあるから、本意としては違うんだけど、言葉だけ突っ込まれて、すごい敵を作っちゃうタイプではあるんだよね。でも、おばっちゃんってさ、うまくそれを、なんだろうな、本当に、だ意識しないでできる。そう、意識しないでできるから、そのおばっちゃんとしては多分、この、意識しないで敵を作らずにうまくやっていくっていうところ、うんうん、だそういうのは俺ができないからこそ羨ましいなと思って、うん、仕事に関してはそういうところを気をつけてやってるけど、うん、それを気をつけてやるっていうことは、うん、すごい自分にストレスがかかってるから、うん、あ、まあそうだよね、自分にできれば、だから誰にも嫌われないようにやろうみたいな感じのことを意識して、うん、まあなるべくね、気をつけてやってるけど、うん、やっぱ疲れるから、うんうん、自然体にそういうことができるっていうのは、うん、いいことだと思いますね。うん、いいよね。まあそれが昭和の取れた勇気と、やっぱ軸がしっかりしてる川崎、うん、まあその軸にみんながついてくるというか、うん、だから川崎がなんか違う行動を取っても、まあ、川崎の考えで持ってってところについてくる人もいるし、うんうん、そういうところをなんか思ったのと違う川崎とかいうことはあんまないっていうか、ないね。で、多分まあトゲがあんま少ないタイプの、うん、まあ、だからうまくやれてるのかもしれないし、うん、波風が立たないように、仕事では波風立たないように、それもすごいわかるし、うん、まあ、そんな話をもう一周打ち抜いてやっていきたいんで、うん、あ、したいね。次のね、来週の放送ではなんかちょっと合コン的な話も聞いてみたいな、時間があったら挑戦したいこととか聞いてみたいな。ああ、聞きたい。ああ、聞いてみたい。これいるのか分かんないけど、ファーストキスの時だって場所で、まあ、それは自身ちょっと考えるけど、うん、まあ、そういう。ピーって入っちゃう。いいね、面白いね、面白い、うん、まあこれを聞いてみたら楽しいかどうかは、うん、もうそれの取り方だから、そうそうそう、これが東京 FM とかね、大きい曲だったらちょっとあれなんだけど、少しこう緩いことやっていいっていうふうにこの宜野湾の社長も言ってくれてるから、うん、ちょっと甘えてこういうふうにやらせてもらったんで、うん、また来週もよろしくお願いします。お願いします。ペロペロビール日本酒ウイスキーウイスキーウイスキー「どんどんちゃちゃどんちゃ騒ぎ」「一気一気飲んでいこうよ」「バタンと倒れたお前にみんなミスターショルは長い」「パーパラピッピパーパラピッピ言葉も忘れ踊るあの子の」「お苦しせにくらくら世界も回ればじゃん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 飲もうよ」
宝